先生、お疲れ様です。いや、今日は何も言わないよ。明日明後日を楽しむために今頑張ってるんでしょ。私もちゃんと準備してるからさ、先生には楽しみにしててほしいな。アイリア、夏、ヨシミも頑張ってたよ。まあ、あと一応他のやつも。さあ、先生、残ってる仕事は何？ん？だって早く終わらせてほしいじゃん。私で手伝えることがあったら何でも言って。早く終わらせて明日に備えて寝るよ。先生、今週もお疲れ様です。